日々の暮らしに活力を。明るく楽しく元気よく。<ない> <laughs> 何かを始めたいという人も。そうでない人も。この番組を聞いて、ランニングをした気分になってもらいましょう。はい。それでは始めます。弁慶とランスルースタートでーす。はい、どうも。すみません。はい、ええー、宮城鈴野です。よろしくお願いいたします。すみません、あの、僕が、うん、あの、持つべきと思ってた。うん 紙をですあのメモあ何カンペと言いますかを <laughs> 鈴野さんが勝手にパクって,てですね,ね。ええここに捨てられてるからさ。どこにあるんだろうずっ,っとそれであの喋れなくなりました見ておこうと思って見てたら <laughs> おあわあわしてる人が隣にいたんで。いやいやいやもう本当にああちょっと <laughs> 大丈夫ですか？今日はゆとりをもってスタートできそうだと思ってたのに、はい、めちゃくちゃあの最終天気にテンパりました失礼しました。<laughs> はいこの番組はですねマラソン大会情報や楽しく快適に走るコツ走りたくなる BGM などをご紹介そして時々、すんごいゲストが来ては私たち MC をはじめラジオの前の皆さんのモチベーションを上げてもらうこともあったりなかったりゲストが来たり来なかったり来なかったり今日は来てません。はいということで那覇から世界に向けて発信している番組です。ははいいいいンラスルーでですすすよろししくお願たま今週のテマがね まあ、ここ2週間、まあ、前にもちょっとテーマになったんですけども、うん、先週末結構多くのランナーがですね、はい、台風に、まあ、惑わされたというか、うん、あのいろいろですね左右された方が多いということで再度、あの、はい テーマにさせていただきたいなと。はい。まあっていうのも僕が毎に台風テーマだったの忘れてただけっていうのはあるんですけど。まあそうですね。あれそんなんだっケイだって。もう本当にちょっとで終わりましたね。あの。台風のコメント一応いただいたんですけれども、まあゴーさんがあのコメントくれただけでした。ありがとうございます。そんな郷田さん今日も参加しててます。こんにちは。こんにちは、タケシです。すごどうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、まあ。 どんなふうに、まあ、今回のこの先週の台風が <laughs>、うん、まあ影響したかと言いますとはい、はい、ま,まず僕が聞いてる中ではうちのランニングクラブの会員さんの中では、はい、うんと宮古島マラソン宮古島マラソン開催は大会自体無事開催、はい、で鹿児島マラソンあじゃない神奈川神奈川金沢マラソン、はい、石川県の金沢マラソン、うん、これも大会は開催。はい だったんですけど、そこで飛行機が飛ばず行けなかった人とか、出場できなかった人が多いといことですね。台風の影響で。宮古島に関しては、あの後ほどちょっと紹介もさせていくんですけども、うんと土曜日の朝一便だけ飛んだらしくて、宮古島ですね。じゃそれに乗れなかった人たちってもいっぱいいるんですよね。もうそ中には。 乗れなかった。で、中には、うん、うんと飛行機飛ばないだろうという判断で前日判断で、うん、前日に振り返して、うん、あなるほど前日なのかその土曜日のあ前日というか金曜日なのか、うん、土曜日の朝一なのかうん、うん、で中にはですねこれ逆に、うん、日曜日の朝一で行った人もいるらしいです、うん、なるほどはいこの判断も難しいですからね難しいですよね。 どううしよももないですもんね台風だからそうそう、まあ、金曜日の時点では多分大丈夫だったっぽくてでもねやっぱみんな仕事があるとかで,で、ね、なかなか行くにも行けなかったと思うんですけどそういう方もいらっしゃって、うんまあ、出れなかった方がいるとうでもう一つえんとうちの会員さんが出,た出る予定だった大会でその金沢マラソンあったんですけど金沢の直行便だと,、うん、んと沖縄からはお昼便だったかな。11時とか,、はい、なんかお昼 前だった昼過ぎぐらいの便らしくてそれが結局、結構で土曜日の便ということですねで飛ばずに行けなかったと土曜日はちょっとどんかぶりだったから飛ばないよなっていう感じだったんですけど僕らがこれ、もうさっき結論から言うと出るよってやった横浜マラソン横浜マラソ僕と骨川さんの大会中止っていう。中止だった で僕らは、はいまあ、最初土曜日の便で撮ってたんですよ。で僕は、うん、あのジュニアで前、うん、ゲストで出てもらったコ、はいあのーラくん彼が、あのー、ジュニアオリンピックに県代表として出るということで,、うんはい、で当初お母さんたちから聞いてたのはん、はいえっと午前中だったか。 午後一発目ぐらいのまあそのわりかし早い時間の飛行機っていうかあじゃあ飛行機じゃなくてレースっていうことを聞いて、はい、で僕 LCC だったんでもともと取ってた土曜日の便だと、うん、横浜まで出るのに最短でも、うん、最短っていうか最速でも多分二時か三時ぐらいだったんですよ。もう終わってる時間なんですね。で、うん、まあでもせっかく同じ横浜に行くだ行くし。うん LCC、まあ L これキャンセルしてもいいやと思ってなるほど1日前倒しの便も取ったんですよ金曜日なるほど、はいはい、で骨川さんあ、うん、それで、まあ、そのまんまにしてて、うん、そしたら直前になってきて骨川さんは台風がもうこの進路では絶対飛ばないだろうと飛行機土曜日、うん、なるほどだから自分持って金曜日にして 2> に、うんはい、で2人とも金曜日ちゃんと現場に行ったんだけれども、うん、いそしたら <laughs>、はい。 金曜日は普通に過ごせて、うんはい、で土曜日、ちょっちらほら雨が降り始めうん、うん、でも、風もそんな強くないですよ。うんうん、で、まあの、ゼッケンとかも取って、はい、ジュニアの応援して、はい、で宿に向かっている途中で、はい、電光掲示板、はい、横浜マラソン中止みたいな<止>。<laughs> <laughs> マジでっつってうそ嘘うそうって速攻であの携帯で調べたらもう中止になってでインスタグラムでハッシュタグで検索したらもう中止中止中止みたいな残念でした本当に台風もねあの熱帯低気圧になっていたんですけれどもまあ天気がめっちゃ悪かったんじゃないですか日曜日多分日曜日は日曜日にも熱帯低気圧になってたはずです本当にに結果的見たら 横浜そんな風吹かなかったです中止理由が強風域になることがもう見込まれますとほぼ確実ですみたいなでもお昼になってもそんなに風強くなかったですか雨は降ってた台風じゃななくってたんであの雨は降ってたけど風は大丈夫でそれこそ僕らが移動しようとした時一応やんだりしたんですからね あ、そうなんですか。僕外出てその駅に行くまではパワーですね。ねただ駅に行くまで雨降ったんですけど、うんうん、駅着いて降りたら、うん、あ、駅着いたら晴れ。 ちょっと雨を止んで、でもまあ結果その後ふみ降ってましたけどね。まあ台風には勝てないですからね。いそうでやでもまあ大会運営側もね多分判断が難しいんですよねきっとね。これで当日朝判断つっても、いやいやだったらあのホテルキャンセルできたので、人もまた中にはね方もいるからでもわりかしも遠方から来た人はあのホテルキャンセルするのもなんだからつって泊まってた人多いみたいです。で、もうそうするしかなかったんですね。その日の朝。 とかからコース走ったりとかコース丸々でなくてもわりかし2 0キロとかなんか走ったりとか名残惜しい感じです人によってはゼッケンまでつけてカッパ着て走ってる人とかいましたフェイスブックだったかインスタだったかで見たらそれでも大会行きましたっていうのは絶対嫌だと思って雨降った中とか絶対嫌だ。 いいやでも素敵だと思ますよそううい人もそれこそ僕なんて金曜日ついて走ってで膝が痛みそんな出なければ出よっかなって思ったんですよ。走ったら膝痛くてこれ応援だなと思ってたんで一応「骨川さんすいません 雨降ったら僕応援行かないかもしれないしと一応冗談っすよって言ってたら大会時点なくなったんでかったたみいなじゃあ骨川さんと二人横浜で旅行したんですね旅行したんですねそれで僕と骨川さん見てそれ6時かぐらいで部屋すぐだったんで部屋行ってどうしますみたいなでまあとりあえず横浜の街行こうっつって 横浜の立ち飲み行ったんですそしたら僕らのすぐ後ろ側に立って飲んでる男性3人がいて2人はグループっていうのは分かってて1人おじさんだったんですよたまたまだろうなっていう感じ一緒にね隣だったからみたいな感じだと思うんですけど話聞いてると「大会中止だったがうんぬん」の話聞いてたから「あこれは?」と思って「え横浜出る予定だったんですか?」みたいな話しかけたら。 そうなんですよと実は僕ら沖縄から来たんですみたいなこの人たちはもともと現地に住んでるけどもうわざわざ横浜1人は東京1人は横浜に住んでるけどホテル取ってそうなんですね2日目なんて大会終わった日なんて贅沢にランドマークって横浜のすごいよくテレビとかで出るような赤レンガのすぐ近くにある ホテルなんか結構いいホテルがあるらしいんですけど<ー>そこ取ってたらしくいう2泊3日で6万円って現地なのに。 っってたたたけどなくなったみたいなくみいすか男2人で撮ったのかな,、うん、なんか他にも友達いてみんなで打ち上げとか言っててそれで話して仲良くなって、うん、じゃあ今度沖縄,沖縄の那覇マラソンとかすごい楽しいからって言ってでも那覇マラソンも受付終わってるからそうで,す、ね、でも沖縄マラソンまだ受付やってますよっったら一応その場でみんなで LINE 交換してうん、うん、もしよかった もしよかったらじゃあねもし来るってなったら連絡くださいって言ったら本当に翌日ぐらいに沖縄マラソンまだやってるんですかってから一応詳細を送ってそれで行く時はじゃあよろしくお願いしますみたいなそういう出会いもあったからよかったですよかったですね確かにまあそれがなかったら何もでもまあ流星君の応援もできでこれでちょっと言うと流星君ははい ベストが9分31だったんですけどあと1 5 0 0 3 0 0 0ルですねで今回予選落ちではあったんですけど9分9秒ともう大幅自己診22秒ぐらい自己ベストだし更新してすごいそうなんですねでもねやっぱね県外の壁は厚いそれで23位組で。 前の組で20位だったかな、か多分そんぐらいだったと思うんですけど、もう、まあやっぱ、早いですね、トップだった子は、組トップで結局、決勝もトップだった子は、前から早いんですけど、1500も中学記録持ってて、今回3000も1秒なんとか更新したらしくて、記録っていうのは、日本記録ですか日本中学生記録、すごい子がいる。 え、一分ぐらい違うんじゃないです <laughs> めっちゃ早い。もうだから最初も予選も1000メートルバーってぶっちぎって、これ記録ペースだったね。はいはい、日本は中学記録対ペースうん、うん、ペースだったけど、その後からちょい落として2000メートルちょい落として3000メートルとか早いんですよ。9分なんですよ。はい、あ、三分ペースなんだ三分だったんですけど、その1キロは 1>, 1キロ3分。はい、うん。あのー。 めちゃくちゃジョギングペースで走ってるようにしか見えないんですよ。えー、あそれはすげえよなこの子は。はじゃあスライドがストライドも大きいし、うんうん、いやまあなんか本当に、うん、あの一人だけ群を抜いてますね。体格も大きいんですか。いや。 でも身長だけで言ったら流星と変わんないんじゃないかなあそうなんですねそれぐらいで、うん、でもやっぱりなんかね上半身ががっちりしてるあ<ー>そういう意味で言ったら高校生みたいな体つきしてるかな,なるほどパワーがあるってことですねもう一歩一歩ぐいぐい進むもんねへ<ー>すごかった こんなに壁記録にも違いがあるしねえ熱い壁があるんだなっていうのは内地に行かかなないとわらそうだ、ね、あのやっぱね、うん、強い剣っていうのは福岡って、うん、それこそ流星の記録を持ってるうちの知り合いの息子が、はい、剣で十何番、はい、9分何秒だよ、えー、だ今,今,今回流星が出した記録ですら、うん、福岡では十何番目。えーえー、みたいなやっぱその 土地土地のあれがあるのかな。どうですかね、<うん S 2> この陸続きになってるからこそ、ライバルがいっぱいいて。こう記録が伸びるのか、離島圏のこのね、あのハンデっていうのもあるのか。 そういういところもあるのかななんか今ちょっとラジオのこのマイクの線がじらじらしてるのと今ポスターが剥がれたのとでちょっとビビってます。待ってこのあれそっちではそうでもない,いこっちのパソコンで見るとですねはい、はい、鈴野さん結構青白くなってこれはちょっとやばいですっすね。 3時代にやってた親分はイエス様をちょっと聞きながらこっちに来たんですけどもなんか怖い例の話をしてたんですけどそれがあったからそれがあったから今このスタジオちょっとなんか来てるのかなってちょっとちゃんと連れて帰ってほしいですね鳥肌立ちまくってるんですけどそんなとこでじゃあちょっと楽しめの曲を1曲挟みたいと思います「リップスライムで d この放送は 不動産パワーナンバーワンタケチャンホーム、株式会社アイサム、久米産地のチュラキャロット、スポーツヒーリングルームラクアの提供でお送りしています。そして11月のマラソン大会申し込み受付情報です。来年1月21日日曜日に行われる名護ハーフマラソン。 とトリムマラソン、えー、10月1日から受付始まってまして12月8日までの受付です、えー、来年1月21日同じ日なんですが全国トリムマラソン大会が海洋博公園で行われます1 0キロ美声福木並木のコースがあります6キロフラワーガーデン3 5キロと、えー、大会ありますのでぜひお申し込みくださいそして来年2月3日土曜日渡嘉敷マラソン 9月1日から受付始まってまして11月30日今月いっぱいまでの受付となっております来年2月18日日曜日沖縄マラソンが行われます9月1日から受付開始です12月8日金曜日までとなっております、えー、皆さんインターネットをチェックしてお申し込みくださいそして、えー、たくさん今日はお便りをいただいてますのでそうでというのもですねはい 今日日鈴野さん、うん、昨日か初出勤で今日2日目でちょっと遅れそうという話を聞いてて、はい、いや遅れそうどころかこれ来ないんじゃないかなって僕は思ってたのでめちゃくちゃ皆さんにコメントを求めたらうんめちゃくちゃ反応あったのでこれから皆さんも毎回のようにお願いするんで。<laughs> ね、あの、どんどん、あの、コメント、メッセージ、お願いできたらなと思ってる。<laughs> あの、弁慶さんが焦ってないと、多分、皆さん、レ、うん、ジナトンって思ってないはず、うん。あ、そうなんかな。いや、マジで、今回は一人で乗り切るつもりで、マジで集めたから。<laughs> いや、いや、よかったです、本当に、ありがとうございます。また、これに、懲りずにというか、あの。懲りずにって、ほら、あ、うん、なんだ。 結局できるじゃんじゃなくて、うん、あのできないと思って、どんどん送ってもらったありがたいです、うん。そうですね。あのー、毎回弁慶さん頑張りますので。はい。<えて> <laughs> で、<laughs> 一応ですね。ちょっとじゃあツイッキャスの方をご紹介をしたりしますけども。 えーと郷田武史さん、テレビをつけたら、はい、どのチャンネルにも台風情報が画面の上に出ていて、うん、学校が休みになっているかどうかもそれで分かるようになってますねと、うん、多分、これはその内地の県外の方に台風の沖縄の台風の様子を話すとびっくりされますということにつながっていると思うんですけどもあなるほどで学校が休みになってガッツポーズをすると父に仕事がなくなって大変な人もいるのに喜ぶことじゃないだろうと横浜マラソン中止になったって、うん、本当だったんですね。うん、前夜祭でアスリートの トークショーがあるあったりと結構盛大だったみたいなのでちょっと信じられませんでしたとあのなんか僕そこまであの好きじゃないからあれなんですけどゴ力リ芽アヤメさんもゲストランナーとかに出るとかで一応トークショーはノッチデンジャラスのあのオバマにオバマ大統領に似てるって喋ってるの見たんですよああの アイドルじゃなくって,じゃなくて芸人ののそうそう芸人さんの方ののっちさんですねそうそうそうだったんですけどね <laughs> はいまあ、そんな感じで中止になっちゃいました<ー>タレントいっぱいだったんですねタレントさんが本川さんから横浜に風邪ひきに行きました。 また痩せそうですあのう日一昨日ぐらいから体調悪くしてるみたい <laughs> うーんなんか弁慶さんも鼻ズルズルなんですよ、ね、そうそうだただこれは僕先週の水曜日ぐらいからでマジっすかその時は鼻は大丈夫だったんですよ喉がちょっとおかしかったんですけど鼻が来たのは、うん、向こう行ってからですねやっぱちょっと寒かったんで <laughs> いや骨川さんにうつったんじゃないですかた僕がうつしたのかなあうつしたのかない 二人で映し合い越しそう <laughs> 仲良し <laughs> <laughs> でちょっとあの今日いただいてるメッセージですね、はいはい、コメントはい一つ紹介させていただきます,ますザッカーさんからですね、はい、弁慶さんこんにちはこんにちは。先日は台風の中宮古島マラソンに出場してきました、はい、当日は風は強いけども暑くはなく、うん、走りやすく最高のロケーションも楽しみながら話走ることができました いつもご指導いただいているおかげでイラブ大橋以外は自分のペースを保ちながら無事完走することができました、うん、ありがとうございますこれからもよろしくお願いしますということです、はい、うちの会員さんなんですけど去年の9月から、うん、あの走り始めて、うんでまあ、ちょこちょこ中断した時期もあったりしたんですけど、うん、まあその去年の時点で5時間半ぐらいかでは。 初めておうおうおう。はし初マラソンで。そ五時間半ぐらい出してく、ん今回多分ねうまくいけば四時間半ぐらい。四時間すごい一時間ぐらい縮まってますね。生きそうな気はしてます。ええすごい。で、もう一つだけ。どうぞ。あのうちの会員さんで今ちょっとあの仕事で岐阜ラキの方行ってるんですけど、はい。 また別で茨城でですね、水戸高門マニマラソンっていうのがあったんですよ。面白い名前ですね。二回目二回目なんだけど、そこに出て初マラソンで二時間二十八分で早四位。早っすごいです。待ってください。俺の僕の僕のベスト超えられた。一発目にして。師匠を超えるなんて。でその方がですね。はい あのマラソンの大会がこん,なのこんなに楽しいと思いませんでした、はい、皆さん BTRC に,に入りましょうと、はい、であの実際のところ心臓以外のあと全部が釣りましたっていう、はい、<laughs> それぐらいはまあ結構過酷だったらしいんですけど <laughs> いやいやいやい、うん、そ,そんなに速く走ったら全部つ、ね、るでしょうにでもそんな記録出るってすごくないですかすごいすごいやっぱこっちに来た時から結構走るなってなって、うん、でまあ一応 本人まあ2 0キロ以上走ったことないって言ってて、えーうん、でそこら辺でまあちょこちょこアドバイスはさせていただきつつでまあ本当にやった通りに伸びるというか、えー、やった以上に伸びるというかでももともと陸上はされてたんですか一応大学の時陸上部やってなるほどね中距離ランナーだったってことですかいやうんとねあでももともとは中距離あっいや 多分長距離ではあったんだけど、うん、あの箱根駅伝の予選会の20キロまでが最高って言ってた。い,いやでも絶対走れますよって言ったのに、はい、いや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 とか言ってて。今おいくつなんですか？20何狙ってんの？違う違う <laughs> そういうことじゃない。い,やいや2あれなんだろう。5歳。 25歳まだ伸びますねじゃあねそうそうそうまだまだ若くてね今日なんかマイクおかしくないですか聞こえます私のこっちじゃあ俺もそっちで喋った時そうだったあじゃあんだろうマイクのヘッドホンじゃないヘッドホンヘッドホンがおかしいマイクは全然喋れて聞こえてるこの方が今年の那覇マラソン出てくる可能性もあるんですよねちょっとね これはは行きまししょううってててい話ただやっぱね浜ちゃんとかにはやっぱまだ劣るから戦闘集団には行けないけど5番以内はねちょっと狙っていけたらなただ今寒いというか涼しいところにいるから沖縄に来て暑さになれるまでが大変その12月の結局2週目ハマラソン終わってすぐぐらいにまた正式に戻ってくるんだけどそれまでは。 向こうにいて、那覇、うん、マラソンで一回帰ってきて、一回戻って、また戻ってくるみたいな。ああ、じゃ、あ沖縄での調整がそ。そう、できないから、暑、ね、さんに、ちょっとやられる可能性はゼロじゃないかな。天気が悪ければいいですね。<laughs> そ,うそ,うそ,うそう、そう、ね、そう、そう。どっちかとね。<laughs> なるなそうそうそう。はい。ちょ、ちょっと待ってくださいよ。<laughs> はい、なんだろう。いや、うんと、あの。 ツイキャスで、スススあのー、骨川さんじゃない、うん、ゴーダタケシさんから来てますね。のっちさん、足速そう。<laughs> <laughs> あ、多分マラソンやってたんじゃないかな。それのそのマラソン芸人で多分呼ばれてたと思うんですけど、ねうん、ツイキャスの切り替えをお願いしますね。しましたよ。あ、出た。はい、うん、出ました。はい、じゃあ。 あのたくさんいただいたメッセージをですね、また読み上げ、ね、ああはい、あの <laughs> ペンネーム祇馬の奈良さんからいただいております。祇馬のノラじゃない。祇馬の奈良って書いてありますね。ラはい、ノラだったらいいなと思ったんですけど。<laughs> いやさんに似てる。 気がするんだけどそうなんですか <laughs> うん、うん、義間の奈良でした、はい、<laughs> 台風で久米島開催の那覇地区駅伝大会が流れてしまったことは残念でしたがその大会に向けてたくさんのいい経験ができたと思います応援ありがとうございましたさて今度は私の番ですね11月5日に昭和市ハーフ11月19日に金沢ハーフマラソン 十二月三日はリベンジ那覇マラソンで頑張ります。楽しく笑顔でバブリーに走ってきます。<laughs> ということです。あの奈良さんですね。<laughs> 奈良さん。です <laughs> 奈良で,す、はい、ではない、うん、奈良です。まあ一応はい。奈良さんですね。一滴バブリーっていいですね。一応バブリー世代ですからね。若干若干。若干 <laughs> あ、どうなの。お知り合いなんですね。知り合い、あのうちの会員さんです。あ、そうなんですね。はい じゃあのまあバブリー世代ということでオッケーバブリーしてるかもしれないです今読んでくれたなオッケーバブリーっ釣ってるかもしれないです最高ですねじゃあ続いてあとですねあの長い文章できてますよこれガナ名前を読み上げていいんですか大丈夫だと思います大丈夫ですかガナハしょうこさんえ女子三位 女子3位です県勢トップの女子三位ですね県勢トップの何の大会ですか宮古島宮古島マラソンの県勢トップ女子三位の金葉翔子さんからコメントをいただいております、はい、まず私は台風女伊平屋ムーンライト3回伊勢名トライアスロン3回都下式ハーフマラソン1回ほか多くの大会を中心にさせてます <laughs> <は>い <laughs> 今回もエコアイランド宮古島マラソンの1週間前に伊是名トライアスロンに出る予定が台風で中止、なんとしてもめ名返上したいとの思いで開催を願っていました、その思いが強すぎたせいか、いくつかのラッキーが、えー、まずは丸1、台風で結航相次ぐ中、私の便だけ奇跡的に運航され、上陸、土曜日朝1便で宮古島入り。 丸に今回、友達もみんな陸上陸できず一人、<laughs> 宮古空港で宿までの移動手段を考えつつぼーっとしていたら、えー、顔見知りの名前知らないランナーに遭遇し車で連れて行ってもらえることにしかも伊良部島やら観光付き昼食もご馳そうになりつきまくっている。うん丸 大会当日、選手、先生をお願いされていたのに、観光で疲れて朝まで爆睡し、朝6時に急いで考え、暗記、えー、感動的な先生にしようと、えー、宮古島方言をちりばめ、田舎風、田舎者風な笑いも、笑い、も笑ん田舎者風なまりだね、田舎者風なまりで笑いを取る作戦。結果 え大会関係者も参加者も感激感動しすぎて静まり返る先生に終わる <laughs> <laughs> こんなところで子ども劇団で磨いた演技力が,が生かされるということでした、えー、そして、丸4肝心のレースは、はい、レースどうだったんでしょうか。えー、4月からの故障で一時期は 杖をついて歩く始末で1月の走行距離は10キロから多くても40キロほどと全然走,走れていない中での賛成、歩くのも大変だったということですよね、筋力落ちないように補強運動をしたくてもスクワットもできない痛み、大変だったんですね、そこでできる動きの体幹トレーニング、そして一番得意なイメージトレーニングでこれは才能あるはず。 えー、笑いイメージトレーニングイメトレでは月、えー、500キロ走っていたはずいい動きのイメージレース展開のイメージなどほぼほぼ、えー、頭の中だけで走っていましたあとは自転車練習故障,ラン故障でランできない人にはおすすめです。 体重がかからない分、足への負担が軽い上に心拍を上げられます。おかげでレース最初の数キロは4分半ペースで走ってたものの心臓はきつくない。ただ、今の状態が私,の私がこのペースで行くとやばいので、このあとペースを落として、えー、恐怖の恐怖、ん <laughs> じゃれ入ってきた。<laughs> イラブ、オーシュ <laughs> イラブ大橋へ突入人生で一番の強風乱を体験具体で体重ある私でも飛ばされそうでした飛ばされそうでした、えー、下りでも全然進まないしそんな中細っちょろい仲間貴<広>く君が、えー、全くブレずに走っていたのが驚愕でした、えー、強風の中走る秘訣を教えてもらいたいねということでした。そして ⑤ 女性3名で3位争いをしながらイラボ大橋を走っている最中の心理戦が強風よりもしんどい、<laughs> 女の戦いがあったんですね。してわきあいあい風に見せつつもお互い風の影響をできるだけ受けないよううまく位置取りを変える、<laughs> 女って怖いわとつくづく思う。 <laughs> これ、自転車競技と一緒ですね、きっとね、ねうん、風を避けるためのね、そして、丸6 ○六イラブ島折り返してからも女の戦いは続き、私は軟弱にも戦いから脱,脱落そうなんだ、その後、えー、今後のレースを考えてリタイアする,するか,か、葛藤しつつ単独走、えー、ハーフ通過は7位。 どんどん交代、えー、そこからスペシャルドリンクを取って奇跡的に復活、えー、抜きまくったるーとギアを上げて3位でフィニッシュ入賞しなかったらフパフォーマンス賞狙いでジャニーズ並みにバク転する予定だったけど <laughs> やらないで済みました。うん、今回 距離踏みは全くできず動き、フォームの確認と妄想トレしかやってない中で走りきれたことには自分でも驚きと可能性を感じましたということでした。僕もちょっとね、うん、あの イメト始めようかなと思いますねあと1か月で優秀か間で7万5 0 0キロですよ足りないでしょう1200キロぐらいこうかな妄想はガナハさんは500キロ走ってたそうですそんなガナハさんがですねちょっと使ってる日焼け止めが日焼け止めそうそうあるらしくてまあというのもトライアスロンってめっちゃ焼けるじゃないですかそうですねすごい焼けるでそうそうそうで練習から焼けるからだって海にも入るから全部流れていっちゃう あどうなんそこは大丈夫っていう商品だと思うんですけどアスリート X っていうのがありまして、はい、でアスリート X は皮膚科学研究所として40年間の経験と実績をもとに過酷な環境にある,過酷な環境にあるアスリートの肌の,ためあ肌のために特化した日焼け止めをはじめとする商品を開発しています。おー とにかく肌へのストレスフリーながら、日焼け止め効果は抜群に高く、日焼けによるダメージを軽減。産後に有害な物質も含まれていない環境に環境にも配慮されている商品だそうです。海で流れても環境を破壊にはなりませんよということですね。で県内では那覇市役所裏手にある橋川サイクルのみで販売しておりますということです。はい 上等ですね、そうそうだから、うん、まあねすごい、うん、ランナーもそうなんですけど僕ももうね、はい、日焼け止めとか、まあ、今でもあんまりそれ気にしなす,すぎかもしれないですけど、はい、もう焼きに焼きまくってたんで、はい、肩の方のしみすんごいいいんですよ<ー>自分で見てこれはちょっと確かにやばいなって思うぐらい <laughs> 結構ひどいですああ<ー>そうそうそうそえあそっか。 ランシャツってこう袖がないからここ焼けちゃうんですね。背中痛そうですね。はい、痛いっていういやちょびちょび焼くから痛みはないんですけど、そうなんですすごい黒くなるし、自然と落ちるんですけどその色は。シミだけが残っちゃそうそうシミがすごい残ってます。辛いねそれ。はいではまた別のあのメッセージいただいております。ペンネーム マラソン童貞 O J さんからです。<い> <laughs> マラソン童貞ね。うん、よかったよかった。うん、っマラソン童貞 O J じゃないよ。<laughs> マラソン童貞 O J さんからですね。O J ですね。O E、はい、じゃないですね。ど <laughs> うなっしゃ失礼。失礼しました <laughs> はい。初投稿。どうももうすぐ三十歳のマラソン童貞 O J です。<laughs> はい。今年の出場大会あ出場予定大会は点点点ありません。うん まだまだまままチェリーボーボイで頑張りますおっとまた9月から BTRC に出没するようになりましたお,<う>おかげで最近伸び率がすごすぎて困っています、うん、私の鼻毛の伸び率がすごすぎて困っています <laughs> <か> BTRC はマラソン記録も向上させていると聞きましたが <laughs>、はい、鼻毛も伸びるんですか私だけですか弁慶 <laughs> さんも鼻,鼻毛の伸び率すごいんですか <laughs> ということでいただいてるんですけどす、ねうん、いやこれね 僕本当に最近なんかあれ出てないかなと思ってって抜くじゃないですか結構長かったりするんですよ。これどこに隠れてたんだっていうぐらい結構長くてこの手相のこのね手って大体なる人,人のあるでしょこの手の上の部分ぐらいの長さはあるわけないよねそんなにあったらはみ出すぎてるからね。でも結構長い,長いのが 小指の第一関節までとかかな小指の第ええそんなに長くないかでも結構長いのにじゃあ違うかな分かんないでもにこれはちょっと長いなっていうのが時々抜けてくるのがあるんですよちょっとね BTRC 伸び率すごい伸び率すごいですねで鼻毛ネタで言ったら長いのだけじゃなくて最近もね結構白鼻毛 白髪ですか。多い。そんなところにも。そんなところにもってこれで逆に頭の方が少ない。んですか。少ないと思う。多分探さないじない。そうなんですね。じゃあひげとか鼻毛とか。ひげはなんか確かにそうかなっていうのあるけど、脇はまだちゃん何。隠れた毛たちが。隠れてない。白くなってきてる。ああどうなんだろうな。わかんないけど。そうそうそう。とりあえず鼻毛は極端に多い。白いんですね。 片鼻3本から4本ぐらいは確実にあると、はい、お白くなると何か効果があるんですかね長いとまたね、うん、あのゴミを取る効果もあると思うんですけど白くなるとどうなんですかね分かんないですけども,もうただの老化じゃない <laughs>、まあ、そうかな <laughs> はいじゃあ次いきます。ペンネーム貧血少女はい 私の <laughs> <い>私の今年の目標はナハマラソン完走です、はい、できるかな貧血なのに <laughs> 今5回目のチャレンジです<お>初回だけ少し練習して出場したものの、はい、2>, 2回目以降はほぼぶっつけ本番でした、はい、笑い、うんうん レバー食べましょう。そうだね。で、マラソンの大会の雰囲気がとても好きで、とりあえず参加するだけでもいいなという感じでしたが、昨年のマラソン七浜マラソンの後、もっと楽しみたいから来年ちゃんと練習して完走しようと思い、弁慶さんのブレイクスルーランニングクラブに入会しました。そうなんですね。そうなんですよ。で、練習会も飲み会もイベントも超楽しくて、夏の暑い時期にしっかり練習できたのもランニングクラブの皆さんのおかげだと思っています。今年は完走完走ももちろんレース から飲み会まで目いっぱいな浜ラソンを楽しみます,、うん、す頑張ってください。はい。もう本当にね、この貧血少女さんは、はい、最初練習に来た頃、はい、なんか一ヶ月ぐらい練習一緒にしてるのに、はい、全然走れなくて、ああそうなんですね。あれと思ってで。 たまたま沖縄マラソンの時に人が少なくて2人だったんですよ。で、僕1人だったんで、コーチは。練習ので、1人の方は自分でも走れる方だったんで、ちょっと自分で走ってもらって、でこの貧血少女さんについてやったら、もう800メートルの新都心公園の一周の途中で息荒れて、話すらままならない、超ペースをそういうのに。 でそれまでは全部が見えないので目の前通る時しか分かんなくてペースが早かったりしたのかなと思ったけど一緒に走ってみてこれはと思って貧血持ってる持ってますけ貧血じゃないですかって言ったらいやもともと貧血気味だったって言って目の下このね見せてもらったらめっちゃ白いのこれ絶対貧血だからまずちょっと病院で確認してくださいって言ったらもうね普通立ってられないぐらいの貧血具合ヘモグロビンかかかなんでそら今あの 薬とかも含めてうん、うん、治療して、はい、結構あの走れる走れるようになったしうん、うん、数値も回復して。 だからまあ乾燥もできるんじゃないかなって気がしてるんですけど。本当ですか。そうそうそう。よかった病院行って本当に良かったもん。マジですごかったもん。走る以前の問題ですからね。そう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 なんです。ちょっとじゃあはい。あれですか。あ、いやゴーダさんから那覇マラソンにですね。那覇マラソンため楽しみですね。世界陸上世界陸上に出場経験のある西西田孝之さんも入賞を目指して出場すると聞いてます。西田さんってそう日本代表で世界陸上に出たことがある方で。はい。 あのー、嫁さんは沖縄の方、ね、そうそうそう,そうでいや僕ただ走るのかと思ったらせっかくあじゃ一応入賞目指してるって聞いて結構本気やんと思ってちょっとびっくりしましたね <laughs>、うん、頑張ってほしいです、ね、<laughs> であと童貞じゃ道のりの道程じゃなくてチェリーの方ってことですよねそうです童貞そっちの道のりの方じゃなくて <laughs> <の>そうですね、はい、ですラジオで聞いてたらね漢字がわからないですもんね,ね、うん、リスナーさん切実なペンネームの方多いですね <laughs> <laughs> 確かにそうですねそう。奇抜ですよね。うん、皆さんね。あのわりかし、<laughs> あのちゃんと腕持ってるんじゃないかな <laughs> <laughs>。面白い。ネタを送ってください。つったらそういう感じで送ってきました。<laughs> <laughs> じゃあ、はい、他にも。 ね、そうですね。えー、一件あ,ありますが、ちょっと開いてないので、あ、じゃあこっちまた読みますね。お願いします。あのー、まあ皆さんご存知かと思います。沖縄県のあのトップランナーでもあります仲間高弘くんからですね。はい。いただきました。お、まあ、あます、まあ。まず、はい、なんでみあ宮古島マラソン今回1位だったんですけれども、はいまあ、まずなんで宮古島マラソンに出場したかと言いますと、はいはい、<laughs> 初参加の時に車を走、車でよねこれ車じゃないね、車大橋から見えた海が綺麗で。はい。 感動ですごい印象に残っています、うん、25キロあたりの一番きついところなのに一番元気が出たんですよね、うん、そこ走ってる時に宮古島は毎年出ようと勝手にマイ,マイルールを作りました、うん、で宮古島マラソンに向けては今回は練習の一環で参加、うん、あ出場、はい、練習強度量とも落とさずに、うん、逆に台風のおかげで10日,前10日前から涼しくなったので、はいうん、強度も量も増やしました、うん まあ練習を増やしたといわゆる疲労がある中でのレースだったんですがあくまでも練習なので気にせず走りました、うん、そしたらまさかの台風意地でも出たい、うん、でも出たい、うん、ということであの <laughs> 僕中止になりますようにって冗談で送ってたんですけど <laughs> そんなこと言っててでま前週の久米島が台風のため中止で、はい、まさかその翌週も台風が来るとは、うん。 変わるわけでもない台風情報を1時間に10回をチェックしてましたとはじめは那覇の右を通るルートだったのがまさかの直撃ルート開催厳しいかなと不安でしたが、ねはい、金曜の朝に決定開催決定をホームページで確認、うん、すぐさま飛行機の予約変更で金曜入りに、うん、ホテルも出発の飛行機で撮ったりと、うん、あ飛行機の中で撮ったとことですね。はい ババタバタしながらも宮古島入り,島入りはなんとかできました、はい、宮古島入りできた安心感で疲れて気づいたら寝てしまうも <laughs> 22時からリアルマモールくんと全然野菜を楽しむ、はい、でレース本番、はい、初めから自分のペースで行く予定、うん、入りの5キロは17分30から18分で入りあとは18分から12 18分20秒の予定うん、うん、5キロの中通過は17分30秒で設定通りも イラボ橋の超5キロから1 0キロのラップは19分10秒、はい、1 0キロから2 5キロは、うん、追い風メインのため、はい、17分10秒から17分30秒で推移、うん、残り1 5キロは向かい風のため4分近くまでペースを落とすも、うん、走りのリズム自体は変わってないのでゴールまでいい感じで走れたかなと思いますとういうことで。 見事です、ね、2位に結構な差つけてゴールしてたみたいです。はい、優勝だったんでと、ね <laughs> うん、いうか練習のつもりで出たのに優勝しちゃったってことですか、ね、そうですね、まあ、まあ彼ぐらいの力あるとね結構そんな感じでいけちゃうんですね。で,でアフターパーティーでは、はい、去年の倉岡市が伝説を作ったらしくみんなに高寛も行けと言われましたがそういうタイプじゃないので、はい、おとなしく楽しみました僕もね <laughs> あんんまり覚えてないですよ何したんですかなんか表彰式の時に変顔してやったりとかは覚えてるんですけどちょっと待ってくださいそれはお酒が入っていない状態でのうさかアフターパーティーの中でこの表彰式なのでああなるほどそうそうへえでさすがミヤコで「何俺何した?」って聞いたらなんか壇上にタタッと上がっていってマイクを取り「はい」 はい乾杯とかなんかやったらしいです。うん、これはちょっと後々もうちょっと詳しく知ってそうな人にそれ普通だけどなあ<の>まあじゃあんかね、うん、あの出方が多分斬新っていうか大胆に大胆にも <laughs> しゃべってる人のとって。 何かだったら多分ですね、あんま覚えてないですよね、これは見てた人から話を聞いた方がいいかもしれないですね、特にその時お酒入ってない人ですね、そうですね、真面目に見てた人たちがびっくりしてたんですね、きっとね、じゃあどうぞ、えっとですね、弁慶とランスルーのフェイスブックのページにコメントをいただきました、先週ですね、喜納翼さん。 えー、車いす陸上の、えー、東京パラリンピック特別指定選手に選ばれている木納翼選手が先週あの、ゲストに出演していただいたんですけれどもこの翼さんもですね週末に大分パラのマラソンがあったんですよね、その時ですねあの台風で中止だったということでホテルでトレーニングでしたということでお写真いただいてますね、動画ですね。 ホテルでででで練習したそうです大会中止あとはパラの開催1000日前のイベントにも出場しましたということでお写真頂い,いてます皆さんあのもし機会があればペンケートランスルーのフェイスブックのページを見ていただいて皆さんのコメントもあのチェックしてみてくださいそしてですねもう1件いただいております、えー、これはブレイクスルーランニングクラブの さっき話したジュニアののジュュニニアアのの、うんえー、中学生ランナーのお母さんですね,お母,ですねお母さんから「うん、こんにちは先日は応援ありがとうございました台風エピソードたくさんありそうですね、うん、私は先週の飛行機が奇跡的に飛んだこと、えー、九州大会も台風でした竜、えー、星竜星が2002年の台風16号の日に生まれたこと4年前の台風では吐き出しの えー、網戸が飛ばされたことパッと思いつくだけで4件ありますということです、うん、まあ何かしら台風ネタを持ってるって話は前から聞いてたのであ、そうなんですねそうそう流星君が台風の日に生まれたっていうのも、うん。そうだね、まあ、なんか台風って名前にしたらいいのにね <laughs> それありですね <laughs> <laughs> ありありはい,いや。でですねちょっとまた骨川さんからは骨川さん 今日病院行ったら即点滴でした。エネルギー補給大丈夫ですか？なんか弱ってますね。なんか弱ってることしか聞いてないので。見るからに弱ってますからね。確かに。お尻が痛かったりなんかどっか手術しますとか。痛いことしか聞いてないんで。でゴーダさんからですね。はい。あの仲間くんの話だと思うんですけど、夜波ね京平さんに勝ちたいとからだと思ってましたら違ったと。でリアルマモルくんの中身は。はい。 恭平さんだと思ってるんですが弁慶 <laughs> さんは実際のところをご存知ですか <laughs>、えー、ということでただ、うん、まあ一応本人、はい、そのなんていうのどっちも同じアカウントで、はい SNS やってたりしてるわけじゃないのでちゃんと分けて、ねはい、あのやってるんでこれは、はい、あの本名非公表で一応ここのところはさせていただきますけどいいと,すとりあえず、はい、与那平でではないですまた郷田さんがですね、はい、現場を見てた方をゲストに呼んでくださいこれあれですね。 僕のっの先ほどの宮古島マラソンの表彰式の作品で僕も呼んで聞きたいですね <laughs> そうそうよく呼んできたいですね <laughs> 去年のね伝説を聞きたいですね聞きたいですね,いですねはい。<うん S 1> 誰がいるかな宮古の方ですね宮古 <laughs> 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 から来るからる <laughs> 本当ですよこれはちょっとあの仲間君と相談して彼のあの優勝でもらった 宮古、うん、那覇往復券で、ゲストで呼んでもらおうから。<laughs> もうこれじゃあ、中間君に、あの土下座してお願いしないといけないですね <laughs>、うんまあ。ちょっとそれ LINE をできないやつなんですけど。<laughs> そうなんですね。私も台風ネタ一つあるんですけれども。はいはい、あの大学の時に、はい、でっかい台風が沖縄に来て、はい、あの。 下ネタじゃないです。違います。何の下ネタ、どこから下ネタなんだろう。まあ、あの、そうなんですよ。あの缶詰。一日、沖縄は台風で缶詰状態、家の中で缶詰状態だったんですけども、翌日ですね。台風が去って、朝から天気が良かったんで、あの大学に行こうと思って、あの車に行ったんですよ。そしたらですね、車運転してたら風が入ってくるんですね。窓開けてないのになんだろうと思って、後ろ見たら。 後ろのあのガラスあるじゃないですかあ,<ー>あそこにスノコが刺さっててスノコだよスノコスノコうんスノコえぇそうスノコえぇびっくりじゃないですかすごいね しかもバリバリに割れててこのガラスが後ろだけリアガラスリアリアガラスだけそうですそうですあの後ろのガラス横は違うよね横は違います後ろだけでスノコがもう後ろの座席にザってこう入ってきてるんですよこれ知らないでずっと運転しててなんじゃこりゃ何雨ざしでしょじゃあ一瞬そうそうそうなんでそこら辺で気づきそうじゃな全然気づかなかったこんなことってあるんだ台風でスノコが飛んできてガラスが割れてるっていう。 いやでもそれ言ったら僕の友達5年か何かぐらい前にそれこそ沖縄で本島でね車が段ボールが強風に飛ばされるぐらいの感じでガラ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 っていくような横に回転してさーって流れるようなその日はもう本当に駐車場に停めてる車あの 何室内とかじゃなかったら結構壁で、はあ、あ風で車と車が本当にそれだけでぶつけられてるやつあってでその台風の時だったと思うけど、はあ、買った車新車ね新車がコンテナっていうかプレハブが飛んできて、はい、隣のお家かなんかの後ろそれこそリアガラスね同じようにバシャンってなって水浸しっていうやつでうん、うん、保険で 全部直してもらった。あ、よかった。それ何で直したの。これ、実は台車なんですよ。あ台車で、あの車検にちょうど自分の車出してて。自分の車は無事、で車検に出して。台車あの台車を割ってしまって。あの。はい、弁償ということを言われたんですけれども。まあ、でも天才ですから。 これはちょっと勘弁してください。<laughs> <laughs> もう頼み倒して、チャラにしてもら。ええ、そんなんできるんだ。本当はやっちゃいけないことだったと思うんですけど。だねうん、まあ、若気の至りというか、しゃあないよね。ね若いしね、そんな弁償って言われても、ねうん。ちょっと、あの、五万円って言われて、無理ですっていう感じになって、うん。<laughs> <laughs> ごめんなさい、お願いしますって感じでした、ね。<laughs> うん、<laughs> はい,い,やい,やいや。まあ、結構、皆さん。 コメントこんなにあると番組スイスイ進んだんです、ね、<laughs> 本当ですあっという間に終わっちゃいましたよあっという,うと曲準備したら全部終わりもうな、うん、流す時間ないのもで,でも本当に皆さんありがとうございますはいありがとうございます、はい、で最後にゴーダさんから、はい、リアル守くんは乾杯の現場にはいたんでしょうかいなかったんですねこれ好きですねリアル守くんのこ、ね、いないんですよね <laughs> 今度呼びましょうぜひ、はい、ゲストさんとしてはい。一応ゲストであの依頼をかけてるので今度呼びましょう 招待させて、いたはい、楽しみにしててください。では、はい、本日もこれにて終了とさせていただきますね。<は>ありがとうございました。はい、皆さん、また来週お会いしましょう。かかりたいと思います。しましさようなら。さようなら。